を旅していると珍しい料理にもたくさん出会えます。今度ごちそうしますよ。はい、どうもルーでございます。ドラガリアロストはできたいと思います。今日ねガチャを引こうかなと思います。氷国よりの花、冥界よりの怒涛。ピックアップの星5のピックアップは 2%、 通常のピックアップも 2%、 星5は合計で 4% ということでね、うん、まあ引いていこうかなと。で、井口とリヴァイアさんと、鬼教官のエール、クリスタリアの少女、これがピックアップですね。多分持ってないと思うんだよね、俺は。多分持ってないと思う。そうだよね、これジャンヌダルク。これも違うもんね。OK です。夕日が赤いぜ。いい、よし。なんかね、10連チケットとかもらえてたりするんで、ちょっとやっていこうかなと。まず単発からいきます。ほい、なんかロード長いぞ、ロード長いぞ。来たか。来たかな、これ。もう来てないっていうことが分かっちゃいましたねおお、なんだこりゃ。過ぎ去り式の王冠、おしゃれ。はい、行きます。ダメっすねトレジャーハントの時間だよ。持ってないっすね。補助タイプ、なるほどね。いきます。キャラが出たのはいいよね。あ、そっか、出にくいのはドラゴンか。おっ、来ました、星4。あ、ドラゴンですね。ポリアニュー、リニノエブリッド、アビリティ水、ヒットポイントの攻撃力 15%、 いいね凍結状態にする。へえ、面白い。ちょっと後で自分の持ってるやつと比べてみたいすいません、ちょっと喉がダメか。おっさん、闇への通告、なんか、かっこいいんだよね。こういう、中二っぽい感じが。ヒットポイント満タンで攻撃力プラス 5%。わかりやすくていいっすね。こういうわかりやすい能力、俺結構好きです。よし、行こう。10連。ほっ。リリー欲しいな。変わらない。あ、でも2個出たね、星4。あ、ドラゴンだ。ドラゴン。ドラゴン2体。バーンドラゴン。
おお、なんかバーンドラコは進化したみたいな。ジャガーの音。あれアイスドラゴン。タップしたら見れるのかと思った。飛ばして見れるのかと思ったら飛んでちゃった。ドラゴンの寝床。おお、さっきのやつ。闇夜の通告。おお、星さんはそんなに数ないのかな。なんかドラゴン揃ったんじゃないこれ。あ、なんだこいつは。グレイビンプ。ブインプ。グレイブインプ。おお、いいね。こういうキャラ好きだわ、これ。私と遊ぼう？ジャガーノートもそうだけど、闇ですな、両方とも。スプーキースプラッシュ。で、アビリティが闇の一分で攻撃力 15%。ターゲットとその周囲の敵に闇属性ダメージを与え、デバフをかける。なかなかいいじゃないですか。ジャガーノートさんは？シャドウカーネイジ。おー、すげえ。闇の攻撃力プラス 30%。 前方の敵に闇属性ダメージを与える。シンプルですね。なるほど、使い勝手が全然違うね。耐久力も上げたいと思ったらこっちのこうシルキー使ってガチガチの火力でいこうぜみたいな。ジャガーノートですね。よっしゃ、結構引けるぜ。30連全部で40連も引けばさ、星5一体は出るでしょ。願いします。これ昇格あったっけ。今回はキャラが多いね。でもさっきから星4はドラゴンですね。狩りは得意だ、任せてくれ。オッケー。ネイバースカービット。若いもんには負けんぞ。すいません、作戦の雫。お、白いやつ、ムーンドラコ。ドラコ揃ったんじゃねえの、マジで。詐欺師に期待しないでくれよ。吹雪竜。また出たムーンドラコ。あ、ジャガーノートじゃないですか。さっきぶり。さあ行きましょう。なんかあんまり感動もなくないガチャになってしまいました。次行きましょう。おファテンスかな、今の初めて見た。お、よそ。やった、ドラゴン。リヴァイアさん来たんじゃないのこれ。エリアルインク。レビオンの英雄。かっちょいい。成功林。またスカービット。デンジャラスビューティー。確かに。危険な匂いがする。やったー！リヴァイアさんだよね、これ。やりましたー。さあ、最後のキャラは何だろうな。いただきに吠える竜。竜じゃねえ、牙。何を見て竜って言ったんだ、今。こいつはいい研究ができそうだ。俺、大きな博士じゃん。待って、リヴァイアさん通るシーンですけど、最近あんまやってなかったけど、これやり、こういうの出るとやりたくなっちゃうよね。わー、水属性攻撃力 40%。 メイルストルムストリーム。ずぶ濡れ状態にする。ずぶ濡れ状態なんだっけ。動きが遅くなるやつだっけ。ダークネスチェイン。
ほう、ホビドンスフィア。スキルダメージプラス5か。ヒットポイント 70% で回心プラス6か。どういうことだこれ。 70% 以上ってことか。クリティカルダメージプラス 10%。 なるほどね。クリティカル出そうぜっていう、こいつを使うんだったら、まあ、クリティカル寄せの感じにした方がいいってことか。さあラストです。リリーちゃんが欲しい。お願いします。確定はなし。ここで、あ、やった、ありがとうございます。あ、また2個。そうだろう。あ、やった、これ絶対来たでしょ。モロタで駆動。私の出番ですね。やばい、これは俺復活しないといけないですね。ドラガリアノスト、あんまやってなかったけど。さあなんだ、我らが知恵袋。ダークドラゴン、あ、これはいなかったね。これドラゴンコンプリートしちゃう。鍛冶屋三姉妹の絆、聖なる祈り。こっちはピックアップ来なかったね。ありがとうございます、ありがとうございます。これ違ったらちょっと悲しかった。おーおーおお、かっちょいい。おじゃのおい、お、なんかあれ持ってんじゃん、オリア。これ能力みたい。ヒットポイント満タンで回復プラス 13%。 おー、これあんま見たことないね。ヒットポイント満タンで回復、スキルの能力上がる。呪い耐性、鍛冶屋三姉妹みたい。プロテクトリンク、防御力アップのバフを受けた時15秒間。バフ受けるとさらにバフが発動するって面白いね。これ持ってたんだ。気絶耐性、風属性耐性、シンプル。いや、リリーちゃんありがとうございます。おっ、フローラルクリスタル、凍結状態にする。フローズンゲイル、水属性ダメージ、スキルダメージプラス 8%。 いいね。ヒットポイント満タンで攻撃力プラス 13%。 いいね。これも開幕スキルゲージプラス 75%。 これもすごいな。ものすごい強いじゃないですか。おじゃのおい、ディープスプラッシュ。あ、これも水攻撃力プラス 30%。 いいね。いや、皆さんこれは、あれ、ちょっと待って、聖なる祈り、あ、違うよな、クリスタリアの少女。皆さんこれは引きがいがありますよ。フレガノスの復活、うん、絶対に阻止するぞ。ぜひ皆さんがね、何を当てたか、あの、教えてください、コメントにて。はい、私はあの、もう少しね頑張ってみようと思います。これ、この特別イベントもう終わっちゃうね。お前に報酬があるぞ、きっと役立つものだ。お前に報酬があるぞ、きっと役立つものだ。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。頑張れ頑張れ、ゆうでございました。やればできー、またね。